日本の皆さんおはようございますアメリカの皆さんこんにちはヨーロッパの皆さんこんばんは人生100年時代元祖ポートフォリオワーカーのマダマホです昨日はなぜか私の iphone の具合が悪かったのか facebook ライブができませんでした今日はうまいことできるんですけどちょっとさっき失敗してテイク2頑張っています えーとポートフォリオワーカーっていうのはこちら日本の小学館さんに昨年出していただいた本に書きましたけれども複数の収入を持ってあなたらしく自由に生きる生き方ということを提唱しています。こののきっっかけは私がが25歳で実家の父が急病にになったために 介護離職そして介介護護貧乏になったんですね介護貧乏になったおかげでもうとにかく生活がかかってますからいろんなことをやったらいろんなことから収入が出るようになったそして今があるということなんです。ですから皆さんも昨年からずっと世界中を襲っているコロナパンデミックですけれどもこれも同じ状況下であなたが何を感じて何を考えてどんな行動をするか。 すべて各自のリアクション、反応次第なんですね。で、特に大事なことが、このプラスの気持ちを持つということですね。同じ状況感なんだけども、例えばお天気、雨が降ってます。じゃあこれをマイナスに捉えるか。あ、嫌だなと思うか。あ、雨、恵みの雨って思うか。まあ、それだけの違いですよね。でも、そのほんのちょっとの。 小さな違いなんですけれどもそれによってその日一日になりその後、まあ、人生が大きく変わっていくということですですから今日皆さんにお伝えしたいのはあなたらしく生きるすなわち好きなところで好きな時間に好きなことをしてそしてできれば好きな人好きな仲間と一緒にいるそういうような人生を過ごせるといいと思いませんかそこでの 提唱がやはり複数の収入を持つポートフォリオワーカーということになります私の場合は、まあ、アメリカの大学を出てアメリカで働いていますので私のことは外資系のキャリアウーマンと思っていただくと非常に理解ができるかと思いますこの外資系の人間というのは年,年収はすごいんですけれどもいつクブになるかわからないんですねですからほとんどの外資系の人間、まあ、そのアメリカでのキャリア パーソンというのはほとんどが投資をしていたり副業をしていたりしますし、その法律でも企業が従業員の副業を禁止することはできないと私は理解しています。まあ、日本もですね。コロナの良い点っていうのはコロナのおかげで企業自体がま危ないので従業員をその定年まで面倒が見切れない。 というところも多いと思うんですね。そして皆さんも、えー、どんどん副業、兼業、そして投資の道に歩むことはいいと思います。これはなぜかっていうと、やはり社会勉強、そして精神年齢とお金年齢を鍛えてくれる非常に良いことだと思うんですよ。もちろんその従業員として働くっていうのは一つなんですが、やっぱり自分で何かチャレンジして起業する 投資をするっていうことは、あなたのプラスになります。ただ、ここで一つ私が他のああいう sns 集客法とかいろんな講師陣と違うのは最初からうまくいかないよ。っていうことをはっきり言わせてもらいます。多分最初からま,あまぐれ。 ビギナーズラックでうまくいく人っていうのは少ないんですね。私もそうですけれども、多くの人間はたくさんの失敗をしてきました。でも、失敗を乗り越えるからこそ、チャンピオンなんですよ。よくあの映画のロッキーとかでも言いますけれども、この試合中ね、倒されたりするんですが、最後にチャンピオンっていうのは、最後に立ち上がるから。<laughs> チャンピオンだということで、皆さんも何度も何度も失敗して倒れるたびに強くなっていく。 自分を信じてください、まあ、そこでの今日のご提案なんですがやっぱり副業業とか兼業っていうのは一つ,、ね、つは多くの人々が言うのは本業を本業の技術とか人脈を使って展開しなさいっていうんですが私ははこれは反対ですなぜかっていうとよっぽどあなたの本業があなたが大好きでもう生きがいやりがいを感じていて。 いいいるのででであれればいいんですけどどもどううしょう多くの方8割9割の方は生活がかかっているから嫌な職場嫌な上司嫌な部下嫌な客でも我慢をしてやっているのが現実ではないでしょうか。もしそうであれば逆に副業とか兼業とか投資っていうのは全く違う。もう本当ににあなたたたがやりたかったことに 手を出していく方がいいと思いますなぜかっていうと最初に言ったように誰でも最初から成功しないんですあ、そうだ一つ忘れましたあの昨日のそのハプニングもあったんですけれども、えー、もしこの内容が良かったと思う方はぜひチャンネル登録 YouTube のチャンネル登録してくださいねなんかね YouTube のチャンネル登録数がある数を あの超えるとこの YouTube のライブができるんですけど私の場合あともうちょっとなんですねもうちょっと必要なので昨日のハプニングの時には、Facebook、ライブができきずに、YouTube、ライブもででなかったんですですからあの皆さんもしこの内容がいいと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで私は皆さんには好きなことを副業兼業投資にする方をおすすめします。なぜかかとというと最初から誰も 成功しないほとんどの場合ですね <laughs> 中にはまぐれとかビギナーズラックで成功する方いるかと思いますがそれは一発屋なんですよその状態が10年20年続く方はまあ、私ぐらいのもんなんですけれどもあのいないんですよねやっぱりこうやって10年20年スパンで成功している人富裕層の人っていうのはどれだけの 失敗どれだけ辛い思いを乗り越えてきて今の笑っている自分があるかということなんですねですから皆さんにお知らせしますがこのこちらのポートフォリオワーカーでは一三五七の法則って書いていますすなわち一年目でおぼろずきをなんですよ皆さんはいろんな,なんか認定講師になるとか認定コンサルになる SNS 集客法何十万何百万って コンサルタントに払うんですけどもあれで1年目で半分の人は辞めますねで5年以内に95%は辞めるぐらいの世界なんですねですからあなたが150万円コースをやってはい明日から僕もウォーレン・バフェット 明日から私はジムロジャーズぐらい毎月百万円儲かるとかねもう明日から私のエステサロンはもう予約客の電話がパンクしそう多分ないです多分ない多分逆に皆さんは自分の店店舗でお客さんが来ないそのじーっと待つ辛さを経験することになるとももしくはちょろっと ちょろっとお客さんは来るんだけれども、真っ赤な大赤字を抱えている、そういうことを経験すると思います。私でもいろんなビジネスして赤字のこともあったんですね。あの20代でフランチャイズの飲食業、レストランもやりましたけども、やっぱりご多分に漏れずレストラン、 業っていうのは、五年で九十五パーセントはやめるんですけど。まあ、私たちもそういう経験もしました。でも、そういう経験をしたからこそ、人を見る目。企業とか、いろいろビジネスについて、今でこそ。言えるわけなんですよ。ですから、失敗は決して失敗じゃない。失敗っていうのは、恐れてやらないことが失敗なんですね。失敗でも、そこを教訓として、また立ち上がる。チャンピオン。 そうということをやってくださいそしてあなたが成功するためにはやっぱりね好きなこと寝ても覚めてもそれが好きなことを選ぶといいと思います私の場合は自分自身気がつかなかったんですけどやっぱり 投資が好きなんですね特に不動産投資っていうのはあの自分のことを知る宿命を知る死人数っていうのがあるんですけれどこれは皆さんが知っている市中水銘よりもさらにレベルアップ、まあ、レベルの高いものなんですがそれをちょうど母の休止する前後ですよね。それで見たところ 私には不動産投資が向いていて私の後半金運に恵まれる人生だったっていうことが分かった。そうすると 心のブロックが外れたんですよ。あ、私は金運のいい人間なんだ。特に不動産がいいんだ。投資がいいんだっていうことがわかる。分かったらほら日本ってなんかお金のことを話すと発したないとか、お金はとかってありますよね。そういう心のメンタルブロックがパーンと外れたんですね。あ、私はこれでいいんだ。私はもう。 後半お金持ちになる宿命だったんだとかって分かったらもうそれで開き直ってどん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 好きなことができる、まあ、そういうことなんですねですから皆さんもまずは己を知るワークっていうのはこちらに書いいてますこちらのワーク通りにご自身の好きなことを自分は何が好きで何が嫌いかまずそこから始めてください。でそうやってとにかく成功の道は茨の道なんですけれども 決して簡単じゃないですよくね好きなことをして好きな時間にやりましょうとかってああこの人たちって甘いんだよねとかって思うことはあるんですねだからまあ甘くてもいいですそこからまずはかから何を学ぶかっていうことなんですね、まあ、そういった意味でもしこの内容が良かったと思う方はチャンネル登録そしてもしご自身のその宿命自分には何が向いているのかがわからない方 もしそれを知りたいっていう方、<laughs> もちろん、えー、条件としては生まれた時間母子手帳が必要なんですけれども、それのある方はま詩、あ、人数鑑定もご興味があればこちらにリンクを貼っておきますので、お申し込みください。はい、今日は以上です。まず、幸せのすべては己を知ることから、そして幸せな人っていうのは自分の心で自分が幸せになると決めた方です。今日はどうもありがとうございました。では、これでテイクツー。take。 成功です。ごきげんよう。さよなら。あ、今日の後、朝9時、日本時間の朝9時、クラブハウス、iPhone の方来てくださいね。では、ごきげんよう。さよなら。